皆さん、クリエイティブカフェへようこそ。このクリエイティブカフェは映画分野のみならず文化芸術全般の幅広い分野からゲストをお招きして、アットホームな雰囲気の中でワークショップや定談などを行いながら、市民の皆さん、特に若い皆さんに文化芸術への関心や興味を抱いてもらうための企画です。28回目となる今回は、この学び館の中にありますデイ&ブックスさんからお送りいたします。今回のテーマは HP ラブクラフト&クトゥルー神話を語る、コズミックホラー宇宙的恐怖の起源と題されております。山形とは一見無縁なようなこのタイトルですが、実は今回司会を務めます山形在住の作家、私黒木あるじの発案ではございません。とある方からぜひこの企画を行いたいと持ち込みで私のもとへ参った企画でございます。ではその発案者の方をご紹介いたしたいと思います。佐藤貴博、山形市長です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。まず初めにお伺いしたいんですけども、はい、これは一体どういうことなんでしょうか。はい、ですね、きっかけがありまして、はい、まずこのクリエイティブカフェですね、これは山形市がユネスコ創造都市ネットワークという世界中の都市のネットワークに加盟認定を受けてるんですね。でこれは映画という分野で、認定を受けてまして、30年も続けてる山形国際ドキュメンタリー映画祭はじめですね、はい、山形市の文化芸術活動が評価されて、このような認定になったんですけれども、でその中でですね、以前この創造都市事業の中で、映画関係者、全国から いらしてですね、山形市にいらして、ちょっとパネルディスカッションがあってですね、そこで私も登壇したんですね。でその時にちょっと話の流れで遊星からの物体 X の話を私がしたらですね、はいはい、結構かなり受けたんですね。このヨン・カーペンター監督のそうですよね、ですね、はいはい、であれでちょっとトラウマになりましてっていう話をしたらですね、はい、結構受けて、で、その後ですね、ただその遊星からの物体 X の元ネタといいますか、はい、が遡るとラブクラフトの狂気の山脈にてだということまで知ってる方はほとんどいないということに気がつきまして、はい、やはりユネスコ創造都市ネットワークはですね、7分野ありまして、はい、映画とか文学とか音楽とかですね、そういうさまざまな分野があるんですけど、このラブクラフトが生み出したこの世界観というのはですね、そのかなり幅広い範囲にですね、影響を及ぼしているということはもっと知られていいんじゃないかなというふうに思ってですね、これを山形で一緒に語れる方といえばもう黒木さんなら絶対に語れるに違いないということで、こうかなり勇気を出してお声掛けしたというのがきっかけですね。はい、遡ること数ヶ月前ですが、山形市の方からご連絡をいただきまして、市長がちょっとお会いしたいと、で果たして何であろうかと思って戸惑いつつ尋ねてみたところがですね、ラブクラフトについてお話をしたいという第一声にですね、私ものけぞった記憶があります。ただもしかしたらば今日、ご覧の皆様の中にはラブクラフトとは何ぞやと、コズミックホラーとは、コズミックホラーについては後々お話しするにしても、ラブクラフトというのは果たして人名なのか何なのかということもおぼつかない方もいらっしゃるかと思いますので、そのあたりも少し、どうせですからどれほど、はい、お好きでいらっしゃるかというところも踏まえてですね、秘書の方から、ラブクラフトとは何者であるかということをちょっとご説明いただけますか。はい、私が説明するのもおかしいんですが、アメリカの作家ですね、はい、怪奇幻想文学というジャンルかと思いますけれども、はい、これはもう第二次大戦より前の作家でありまして、彼が作った世界観があってですね、これは宇宙の歴史に遡るんですけれども、
まあ、人類がこうして地球上で繁栄する遥か前に他の星から地球にいろいろなものをやってきて、まあ、その中でこう闘争史があって、はい、そしてその現在にまでそれがつながっているという、そういう未知の部分を、はい、恐怖を描いた作家ということで、まあ、あのいわゆる今宇宙もののさまざまなものがありますけれども、はい、まあ、かなりそこに後半に影響を及ぼしているんですね。でそうした中で、まあ、単にそのラブクラフトという作家にとどまるのではなくて、そのラブクラフトが設定した世界観やいろんなアイテムやそうしたものがですね、後世にいろんな作家に書き継がれて、その設定を利用したりそのまま使う場合もあればちょっと形を変えたりということで、本当に信じられないほど幅広く、この日本もそうですし世界中で、その派生するさまざまなクリエイティブな作品が生み出されているということで、まあ、これは本当に唯一無二というか、他にこういう現象はないんじゃないかなというふうに思ってますので、その辺の魅力をですね、まあ、今日はお二人の先生と一緒に話できればなと思ってます。いや、僕今お話伺ってて感心したのは、本当に好きなんですね。いや、私もそうですね、高校生、まあ、私高校からですか。ええ、45歳になりますけども、はい、15歳の高校1年生の時にですね、はい、あるきっかけでこれを知りまして、はい、まあ、それ以来こう地道に読んできたということで、じゃあもう30年ですか。そうですね、30年読んでるんですけど、はい、ただ30年間この話をですねしたことがないんですよ、他の人と。まあそうですね、なかなかする機会というのは、ね、そうですね、ない、はい、ジャンルではあるかもしれないですけど、じゃ今日30年の時を経て、はい、そうですね、全ての思いの丈を、はい、まあだから本当に今日この機会を得たというのはもう本当に嬉しいですし、まあ、最初に黒木さんにこの話をした時の目の色の変わりようはすごかったですよ、はい、本当ですか。いや、僕もうっていうね、このまさか輝いた目は忘れられないですね。長からですね、ラブクラフトについてぜひお話をしたいんですというようなお声掛けをいただくとは思っていなかったので、ただこの後、いろいろなお話の中で自然とそういう流れになっていくかとは思いますが、決してそのただ好きなジャンル、偏愛する作家について語ろうというだけではなくてですね、実はこのラブクラフトをはじめとするいわゆるコズミックホラーですとか幻想文学と呼ばれるジャンルの中に、今我々が暮らしている東北、そして山形というところをですね、新たに見つめ直すヒントがもろもろ眠っているのではないかという話に至りまして、であるならばこれをみんなで語り合う、そしてそれを配信して市民の皆さんにご覧いただくことにも意義があるだろうということで、今回の回と相なりました。で今市長の方からもお話があったんですけども、実は今日もう一方ゲストの方をお迎えしております。東北学院大学文学科英文学科教授の植松康夫先生です。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。植松先生を今日お招きしたのはですね、はい、我々が多分最初に触れたであろう国書館公開のラブクラフトの翻訳を手掛けられたということで、ぜひいろいろなお話を伺いたいと今日はわかりました、お越しいただいたんですけど、はい、我々、まあ、ここは単なるラブクラフティアンの一人としてお聞きしたいんですけど、一番最初にそのお話が来たのはどういうきっかけだったんですか。まだ学生の頃ですからね、はい、それで、年は私よりもちょっと上ですけれども、先輩になる今慶応大学の教授をしている辰巳隆之という、男が仲良くてですね、それで、まあ、彼は学部の学生の頃から確か SF マガジンに連載をしているという、まあ、とんでもない人物なんですね。で、まあ、その辰巳に、認められてですね、それで、国書館公開で、なんか翻訳できるやつを探してるから、まあ、ちょっと一緒に行かないかと言われて、それで連れて行かれて、でそれでいろんな企画をいっぺんに、まあ、見せられてですね、そこからがきっかけですね。
だからその時に、新しいシリーズで企画が多分通ったばっかりだと思うんですけれども、世界魔法大全という全5巻の、はい、翻訳があって、それの 丸一冊を任されたら、それが出版社に評価されて、それで1年間だいたい4冊ぐらいのペースで、翻訳を続けることになって、まあ、だいたい今日に至っているという感じですね。今は国書館公開からはそんなには出してませんけど、まあ、でも去年か一昨年ですかね、真相版になったアレスタ・クローリーの、麻薬乗用車の日記という小説なんですけどね、日記とは書いてありますけど小説なんです、まあ、そういう付き合いで、ずっとそのオカルト系の翻訳を続けてきたということになります。ラブクラフトはその我々からするとやはりその何ていうの、決して文体がその読みやすいものではないというふうに、原文もそうなんでしょうか。そうですよ、だから私そんなに実はラブクラフトを訳してるわけではないんですよ。それで、今日ちょっと持ってきました、これ東正夫さんが、国書館公開の、定本ラブクラフト全集の中の第7巻の1と7巻が1と2って分かれてるんですけど、そのうちの1冊に収められている、ラブクラフトの、文学と超自然的恐怖っていう、まあ評論ですね、それがラブクラフトについて私の最初の翻訳なんですけれども、それを私に任されたというのも、編集者が昔相当古い翻訳はあるんだけれども全然もう使い物にならないので、それでこれ訳せる人はそうそういないから、でやってくれないか、まあそこまで言われたら嫌だとは言えませんよね。でそれで、この仕事が最初だったんですけれども、でもっとラブクラフトをたくさん訳してるって思ってる方もたくさんいらっしゃって、それでこの変者の東正夫さんもどうしてもっとラブクラフト訳さなかったんですかと、この前、黒木あるじも一緒にいたある場所での、はい、ね、トークイベントで、まあ、聞かれた時に、いや他のもう国書館公開の翻訳が次から次とやらされるのでラブクラフトをずっと続けて訳すっていうことができなかった、からまあ単純に時間の問題だという話をしたんですけども、でも今になってというか、これもう版権切れてますよね。ラブクラフトは確か切れていると思います。はい。ですよね。いや実は私ラブクラフトは英語でしか読んだことなかったんですよ。それで今回市長とラブクラフトの話をしなければいけないということになったので、はい、ちょっと何冊か日本語で読んだんですけれども。これならちょっと自分で翻訳したいなと思い、なるほど、思い始めました。その我々はどうしても原文に当たることができないので、そのあたりのさじ加減というのが分かりかねるんですけど、うん、ラブクラフトのその文章の特徴というのはあるんですか、うん、その今自分で訳したいなと思ったということはやはり独特のその味というものがあるんでしょうけど、それね、英語だからこんな感じとはなかなか言えないんですけれども、一言で言うとそれを割と忠実と、まあ、忠実って言葉も使いたくないんですけどね、文字通りに近いような形で日本語にしていくとおよそ文学とは遠い日本語になるんじゃないかなという感じがしますし、実際に誰の翻訳とは言えませんけれども、私が今回チェックした人たちの翻訳はですね、これ文学作品の日本語とは言えないんじゃないかというふうにも思いましたので、いやだからそのこともあって実はさっき市長から30年間とおっしゃったんですが、初め読んだのはどの版で読んだんだろうというのがちょっと私今急に聞きたくなったんですけど、はい、最初はこれからでした。あ、じゃあいいところが入ってますね、やっぱりね。ちなみに、ね、この机の上にある本ですが、これはすべて、佐藤氏の私物です。はい、はい、そうですね、はい、これもテーブルに上がりきらなかったものがまだ控えてます。はい、まあ、これはまさに国書館公開からで、そうですね、まあ、これはラブクラフトというよりも、まあ、いわゆるクトゥルフ神話全般ということ で、ね、まあ、ちょうどこの1の最初に出てるのはカイト、無名都市ですね、はい、そうですね、なので、まあ、
それが本当に一番最初に読んだ作品になります。はい、いやちょっとだから不思議に思ったのは、いきなりそんな本格的なところから入っているとは思わなかった。多分文庫本だと、まとまった形の形ではありませんでしたよね。あの短編が恐怖小説みたいなものの中にいくつか入っているという形で出てて、ラブクラフト単体で出ているものは多分そうですね、ちょっと前後関係は分からないですけど、その、まあ、こちらのね、あの全集、文庫版はいつ買ったのかな、ちょっと、まあ、いずれにしても最初はこちらでしたね。分かりました。最初にお読みになったときに難解だという感じはしませんでした。実は僕もほぼ師匠と同年代なので、高校生ぐらいのときに一度その、まあ、出会って読むんですけど、一度挫折したんですよ、読みづらいなと思って、一回挫折して、それから 2,3 年後にもう一度、まあ、縁あって読み始めてみたらば、その時はすんなりいったんですけど、決してその飲み込みやすいと言いますか、文章でもないかといって、その難解で硬質なというよりは、まあ、分かりにくい部分が多々ある、そういうものであるにもかかわらず、やはりのめり込んだというか、お好きになったのはどの辺が。いや、なんかでも、そのおっしゃる通りなんですけど、それでも読んでしまうものがあるんですよね。まあ、そこは何かというと分からないんですが、私も小さい頃から不思議なものは非常に、まあ、ホラーが好きというよりは、いろいろね、ネッシーとか、UFO とか、まあ、そういう不思議なことが好きだったわけですけど、なんかそういうものへの興味に通ずるものが私は恐怖というよりはですね、感じて、まあ、つい読み進めてしまうというところあったと思います。であるから今回 の, そのタイトル、市長自らの発案でもあるタイトルの中にコズミックホラーというタイトルが入ってたのは、まあ、うなずけるところといいますか。そうですね、まあ、やっぱり私はまあ、オリジナルっていう、ね、言葉の起源はオリジンですよね、はい、でやっぱりオリジンっていうのはやっぱりその後にいっぱい派生する可能性ある元っていうのが起源、オリジンだなという意味では、まあ、そのラブクロフトというのはまさにそのオリジンそのものなんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、それは時代やあるいは、ね、世界地域を超えて通ずる、まあ、面白さというのがあるんだろうなというふうに思ってますけど、まあ、どれというのは決めかねることを承知で伺うんですけども、一番の好きな作品を挙げるとしたら。いや、これね、聞かれると思って、はい、聞こうと思ってました。結構考えてきたんですけど、はい、なかなか決めれなくてですね、まあでもそうですね、ちょっとでもあえて、まあ、言うとやっぱりインスマスなのかなと、ちょっと月並みで申し訳ないんですけど、あともっと短編だとですね、結構好きなのが神殿とかですね、ここ謎がね明らかになる場合とならない場合ありますよね、はいはい、でそのなる場合もいいですし、そのならない場合もこうなんか世界観がこう情景としてこう残って、余韻が残って良いなと思ってまして、ね、まあ、いろんな魅力があると思うんですよね。ラブクラフト作品で非常に印象的なだなと、まあ、20代からずっと読み続けているんですけども、やはりそのクトゥール神話の中でもラブクラフトが書いたものの中の一つの特徴というのは、ダレス以降、つまりラブクラフトの愛好者たちが書いたものよりもですね、なんていうかまとまりがないと言いますか、その先ほど言った謎が解決されるわけでもなく、明示しがたい存在が出てくるんだけど、それについて語られるわけでもなく、漠然とした不安というかが投げ出されたままで終わると。で本来はまあ物語として見た時にはもう少し踏み込んだり、もう少し解説があったり、もう少し匂わせるものがあったりということが良いのではないかなと、書き手の立場から考えれば思ってしまうんですけども、ただその恐ろしさというか、そこがやはり
今の、我々から見ても引きつける部分のではないかなと思いますし、あとは先ほど実は植松先生たちとお話を事前にしてた時に肌と膝を打ったんですけど、当時 その宇宙ですとか未知の大陸に対する人々 その感情というものが実は如実に落とし込まれているんじゃないかなというふうには感じたんですよね、うん、その宇宙とか あとは狂気山脈で出てくるうん、大陸ですとかそういったものなども、今の我々はどうしてもその天体でも何でも理解していますけど、当時というのはまだアインシュタイン等が登場する前なんですもんね。そこはすごく感じましたね。だから今私たちが持っている宇宙観じゃないんですよね。ビッグバンも当然知らないし、だから全く宇宙に対する考え方が違うんですけども、でももっと遡って18世紀になってしまうとさらに見えなくなって、宇宙なんてもの自体普通の人が考えることなかったと思うんですよね。だからそういうことを少し自分の目で見たわけではないのに、宇宙がだんだんそれこそ冥王星が発見されたりとかって、そういうことがニュースになったりして、一般庶民にも宇宙っていうものが少し見えてき始めた時に、それがラブクラフトに大きなインスピレーションを与えてた、だと思いますね。いや、どうしても今の我々で考えてしまうと、そこに親と思うところがあるんですけど、そういった未知なものに対しての恐怖と同時に、やはりそのラブクラフト作品のオリジンとしては、彼自身の非常に内向的というか、ナイーブでナーバスな部分というのの、この外に向けての未知なるものに向けての眼差しと、内側の己に対してのこう絶望感といいますか、暗さのその混合体というか、そこのところに面白みがあるのかなと感じるんですよね。今回こうやって提談させていただくにあたって、彼のその人生をもう一度ちょっとおさらいしてきたんですけども、やっぱり何回見てもなんて言うんでしょう、恵まれない人だなという印象があって、ご存じない方のためにざっくり駆け足でご紹介しますと、1890年にアメリカのロードアイランドのプロビデンスという町で生まれるんですね、ラブクラフトは。で、幼い時に父親が亡くなって、おじい様の住むお屋敷で育てられて、で古典作品などを非常に愛好するんですけども、祖父の死をきっかけにまた屋敷を出てですね、母と暮らすようになって、そこから、悪夢にナイトゴーと呼んでますけども、悪夢に悩まされるようになって、それが彼の一つの作品の原点になる。それと同時に科学、今おっしゃってたようなだんだんとそのいろいろなものが発見されつつある科学や天文学の分野の方に興味を示していって、そこの雑誌に寄稿したりするんですね。でこのままいけばそれこそアインシュタインとかと同じような天文学、宇宙、分子、科学、そういった世界に行くはずが、彼は高校卒業できてないんですよね、神経症があって。でそこから文章添削 の仕事の方をしながら生計を立てて、そこで交友をある程度深め、後に結婚まで至るんだけども、それも叶わず、たくさんの文通仲間、小説仲間はいたけれども、発表されたもの、本として世に出たものはたった一作でこの世を去ってしまうという、考えてみれば不思議ですよね、そのほぼほぼ世に発表され、作品を発表していない書き手で、それがこれだけ100年以上経った日本です、我々がこうやって語るに至っているというのは、なんともちょっと作家としても非常に不思議な人だなという印象があるんですよね。そうですね、私もそれ本当に不思議で、ご存命の時には全然本当一部の熱狂的な人たちのサークルの中で収まってたものがですね、もう亡くなられてからすごい広がりを見せていくと、こういうのは本当に
すごいと思いますし、まあ、ちょっとね、まあ、これもご存じない方のね、ために申し上げれば、まあ、映画で言ってもね、先ほど言った遊星からの物体 X もそうですし、サイコというね、有名な映画、はい、まあ、あれはもうまさに原作はラブクラフトの弟子が、うん、原作なわけですし、はい、本当に、まあ、あとスティーブン・キングはね、もうキングはもう完全にもうラブクラフトの熱狂的な、はい、まあ、まあ、ご自身も書いてますよね、この公言してらっしゃいますからね、やっぱりその広がりがですね、まあ、すごいし、やっぱりそれはやっぱりこのラブクラフト自身のなんていうかな、このもう本当にすごい作品へこもった、まあ、熱というか怨念というかわからないですけど、そうですね、そういうものを後世の人間が受け取ってインスピレーションを得てしまうのかなというふうに思いますよ。やはりそのもちろん僕はダーレス以降の作品も好きなんですけれども、ただ今おっしゃったのでいくと、こう怨念というか、何かその世の中ですよね、自分が折り合いのつかない対社会に対しての、人間社会とでも言いましょうか、に対してのこう恨みと、そこから派生するこう人ではない世界へのこう同型というものが悩まずになったところが引きつけるのかなという気はするんですけどもね、変わった書き手だなという気はしますね。まあ、周辺にいたやっぱりオーガスト・ダーレスはじめ、まあ、わざわざアーカムハウスという出版社まで、はい、作ってラブクラフトの作品を売り出したわけですよね。ああいう努力がないと、もちろん今日にまで伝わることはなかったと思うんですけれども、でもじゃあそういうことやってくれたから伝わるのかというほど単純じゃありませんよね、うん、やっぱり、うん、出て売れなかったらそれでおしまいだったわけですから、うん、その読み継がれていって、読み継がれるだけじゃなくて作り継がれちゃったというところまで踏み込むわけでしょう。そうなんですよね、ここが得意なところですよね、うんうん、やはり作品をねずっと後世まで読まれていく書き手の方、作家というのはあまたいると思うんですけど、書き継がれるってないですからね、普通ね。でその世界観で、それこそ先ほどおっしゃったみたいな、映画でもあまたインスピレーションを受けたものなんか数えていけばキリがないですし、それこそ今や TRPG テーブルゲームですとか、そういったものにもなってますし、僕がとても印象的だったのはウルトラマン、つぶらやプロの特撮作品ですね。でティガという平成のシリーズ以降でちょいちょいですね出てきてるんですよ。でティガの最後の 最終話のボスのラスボスと言ってもいいんですが、怪獣がガタノゾーアといって、もうまんまなんですね。でルルイエからやってきたというのがあってこれは子供らは分かるのかと思いながら、すごいもんだなと、ここまで来たかと思って見ていた記憶がありますから、何かこう何でしょうね、そのシチュエーションの妙というんですか、何か我々を引きつける存在というのがあるんだろうなと思いますよね。世界規模ですからなんだって、やっぱりその魅力の何というかな、根源を知りたいなというふうに思うんですけどね、やっぱり一つあるのはやっぱり世界観の設定と、あと非常に魅力的なアイテムと、やっぱりこの2つが大きいのかなというふうに思ってまして、まあまず世界観自体がこう統一されてないじゃないですか、はい、全然後でこう、うん、それを体系化しようというのが弟子たちが、はい、やった、まあ、ダーレスはじめやったんでしょうけども、例えば地球にですね、その古のものが、はい、まあ、狂気の山脈見て読むと出てくる星型の頭をした生物が落ちてきて、はい、で、まあ、地球を支配するわけですけど、はい、その存在はなんか生物と植物の間みたいなことで、うんうんうん、
あのまだ我々として近いというか、うん、理解できる範囲の存在ですよね。で、まあラブクラフト自身が彼らは人間だったのだというふうに、あの狂気のサメを聞いてて、はい、セリフとして言わせてますけど、まあ、普通に社会を形成して、まあ、あのまあこれ政治家的にはちょっとあのラブクラフトが政治についてどう思ってたかあれなんですけど、社会主義的なものだったと思って書いてましたね。あの書いてましたけども、そういう、まあ、まだ我々として理解できる生物が来たのに、こう後から来るのってもうちょっと次元を超えてるものが多いですよね、うんうんうん、あのクトゥルフもそうですし、はい、あのミーゴーですか、ミーガとかもそうですし、そのイスの偉大なる種族まで行くと、もうほとんどこうあの、うんうん、全然我々とは全く別次元の、はい、ものとしかないもの、理解が、まあ、追いつかない存在として書かれてます。一方でちょっと身近なちょっと地下を掘るとグールがいますよみたいな、はいはい、全然こう統一感ない、ないわけですよ。そうですね、だから分かります。このグールって何なんだっていう、はい、この全体の体系におけるですね、はい、思ってたんですけど、まあ別に多分本人は書きたいものを書いてただけで、うんうんうん、それらを統合しようとか体系化しようっていう思いは全然なかったと思うんですよ。だからそこのなが逆に後の解釈の余地を非常に広げたということなのかなと思いますし、あの一方でこのいろんなネクロノミコンをはじめとするアイテムをもうどんどん使えと、はい、あとそのいろんな神々の名前にしてもむしろもう人の作品にねこう添削とか代筆する中で勝手に入れ込んじゃうわけですよね。こうするといいよっていうのを返してますから ね、うん、やっぱりあのそういうものだし、そのアイテム自体が非常にこう魅力的なものがあったというのがこう後のこう応用可能性を非常に広げたことなのかなというのは思いますけど、そうですね、今聞いててなるほどと思ったのは、確かにちょっと引っかかってはいたんです。グールあのこういうことを言うとファンの方には怒られるんでしょうけど、グールちょっと邪魔だなと思ってたんです読むときにそのいわゆる超次元的なといいますか存在が数多出てくる中で、グールだけねちょっとこうね、お前なんかちょっとどうしていいかよくわからねえなという場所にいたので、ただそれが逆にそういったアンバランスさというか統一性のなさがかえってあの自由度を高めているというのは、ああそうかもしれないなという気はしますね。グールというものの存在は先生はどう見てますか。どう見たらいいんでしょうねそもそもね。いやあの、ピックマンのモデルという作品でね、はいはい、まさにこう、うん、メインとして出てくるわけですけど、なんか普通に地下にいるような感じで描かれてますよね、うん、で しかもそのチェンジリングって言ったら、その取り替えですよね、をする、まあ、元はなんか中東あたりのこう伝説のなんか妖怪みたいなものだったというのを聞いてますけど、ちょっとねあの存在がわからないですよね。そうですね、まあラブクラフトで取り上げられたこともあって、まあ、食人鬼とか訳されて、うん、その後もいろいろな小説にも出てくるんですけど、明らかにこう他の種族とはちょっと違うというか、うんうん、オリジナルではない感じが出てきたりするんですよね。その辺なんかがあの後々まで影響を及ぼして、あの何でも入れていいんだみたいな、いたかもいいんだみたいな感じにどんどん広がっていくんだろうなという感じはしますけど、ただやはりその時々でやっぱりラブクラフトが依附していたものですとか嫌悪していたり敬遠していたものというのが反映はされているのかなという気はしていて、あの有名なところなんかですと、そのインスマスで彼がもうクトゥルもそうですけども、非常にその海生生物、海の生き物というのを非常にその苦手としてたというか、あの気持ち悪いと思っていたのが反映されたんではないかというようなあのエピソードを聞いたことがありまして、そういうこう彼自身の思う忌まわしきものというのが反映されているので、
多分ラブクラフト自身の中では整合性が取れてるんでしょうね、うん、その時々でまがまがしかったり忌まわしかったり横島な存在として見てるんでしょうけど、後世の我々から、ね、するとこれとこれが同じ世界線にいるの、うん、というのは不思議なんですが、しかもその同じものを描くときもちょっと扱いが違うんですか。ね、ショゴスっていう存在は、その狂気の山脈にと読むと極めてなんていうかな、強力な、はい、その古のものがこう刺激用に作り上げた生物が反乱を起こして、うんまあ、凄まじい戦いをしてっていうことが言われてるんですけど、インスマスを読むとですね、90歳超えたちょっとおじいさんがですね、こんなことを知ってるかと、ショゴスっていうのは、ね、そのディープワンズがですね、深き者どもショゴスを使ってなんかしようとしてんだぜみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、やりますね。ショゴスってそんなディープワンズに使われるような軽いもんだったのってちょっとそこを読むと思いますし、なんかそのなんかね毎回違うっていうのは、うんうんうん、それはありますよね。なんかあまりこうラブクラフト自身もその、まあ、先ほどおっしゃったみたいに赤間さんが出てきて以降で世界観というかそこが統一されて神話体系として築かれるのもそのあたりでしょうから、それ以前の彼というのは、まあ、あまり気にしてなかったんでしょうね、うんうん、で当時は多分今と違ってこれとこれ設定違うじゃないかとか解釈違いだみたいなこともまあそもそも発表してないんですけど、うん、でやいのやいのということもあまりなかったんでしょう、うん、ないですね、好きに書けという感じで、今だとインターネットでガンガンこことここは整合性が、ね、取れてないぞっていうすぐ炎上だと思いますね。間違いだって、これはどういうことですか、ファンをやめますみたいな感じで来るんでしょうけど、うん、厳しい時代ですね。いやだからその自由さというかその時代が、広げたというところも当然あるんだと思いますね。そもそもがその人が送ってきた小説を添削してこう書いた方がいいと言ってバンバン赤を入れて直して戻すというのも人によっては打ち切れるんじゃないですか。誤字脱字とか構成をしろと言ったんであって物語を改変しろなんて頼んでないというふうに怒られかねないところを、そうですよ、ある意味ではおおらかというかそういう楽しみ方をしていた時代でもあるんだろうなという気はしますね。これもちょっと、ね、読んだことない方のために、ね、申し上げておくと、そのラブクラフトっていうのはその自分で書いた作品だけじゃなくてこう同じ作家を志す、ね、人たちとかある仲間とかにこう添削とかあるいは大作っていうのは非常にもうほとんど自分で書いて別な人の名前で発表するというようなことをこうやっていて、まあ今の著作権という、ね、概念からはちょっと考えられないことをしているわけですけど、まあただそういうこともその後の広がりにすごいつながっているということなんですよね。元祖がやってるならやっていいんだっていうことで広がっていった嫌いはありますよね。ちょっとだから面白いなと思うのはその後の日本でのいわゆる怪奇文学と呼ばれるものの流れの中でもいわゆる例えばポーの黒猫であるとかそういったものも寛骨脱退して発表したりとか英米の怪奇文学をまるで自分が考えたかのようにシチュエーションを変えて発表するということがある時期普通に行われていたんですね。じゃあ彼らがいわゆる今でいうとこのパクリットでも言いますかそういった考えがあったかというとそうではないんですね。彼らは多分その日本の読者に紹介するのに分かりやすい形でするのは この方がよかろうというまあ親切心とは言いませんけどで発見したのは自分だしというところもあってするんでしょうから今とはかなりそういった著作権とか書き手というものに対しての意識が大きく違ったんでしょうけど、図らずもそれがこうやって後々まで書き継がれる結果になったとすれば、まあ、良かったんだろうなとは思いますね。いやだから著作権なんていうのはもちろんもうずっと、まあ、比較的最近の現象だと言っていいですけども、そもそもオリジナリティっていうこと自体もちょっと時代遡ると
あのほとんど重視されてないんですよね、うん、面白くあの仕立てればそれがその人 の、はいはい、あの技量だという評価の仕方で、だからずっとそれこそあの時代遡って本当に17世紀とか16世紀どんどん遡っていくと、はい、このオリジナリティなんて概念はないですからね、うん、まああのねあの狂気の山脈にてのあのテケリリという鳴き声にしても、うん、エドガー・アラン・ポーのですねあの朝ごとの物語というのから勝手に、はいはい、うん100年前ぐらいですかね、はい、ポーはラブクラフト100年前ぐらい勝手にこう自分の作品に取り込んで書いてしまってますからね、うん、すごく大胆に見えるけど、まあ、当時としてはそんなに、うん、別に大したことじゃなくてむしろいいところは取ってもっと俺がよく生かしてやるみたいなつもりで書いてるところありますよねものすごい発想ですよね、うん、今やると僕、うん、あの大変な目に遭うと思いますよ。それはこのオマージュって言っていいのかどうかわからないですけど、あの今世の中に溢れているその映画とか漫画とかこういろいろ見ていて、まあ、ラブクラフトを読んだことない方は全く素通りするようなことですけども、あのいやきっとあれだなと、うんうんうん、みたいなことがもうかなりたくさんあってですね。いやものすごく多いですよね。で実際そうなのかどうかとかもうほとんど区別つかないですし、うん、あのいや私は高校生の時にこう出会って、まあ、地道に読んでたわけですけど、まあ、一方でこうあの政治を志して、はいまあ、今市長としてやらせていただいてますけど、そのそういう、まあ、自分の本業とは違うところで、まあ、趣味として読んできたんですけど、これいつか消えるだろうなと思ってたんですよ。このほとんど誰も知らないので。ああ、なるほど、ね、あの私も普通にさっき30年誰とも話してないって言いましたけど、唯一話したのがあの大学生の時に人間椅子という弘前出身のロックバンドがいて、はいはい、ラブクラフトのテーマの曲を 何曲作ってるんですね、はいまあ、弘前ご出身ですけど、はい、人間椅子のベースの鈴木さんは僕の中学校の先輩に当たる方で、はい、いや本当あのまあ、それはラブクラフトだけじゃなくて、いろんな文学の題材にしたのを書いてるけど、それを好きな男がいて、はい、で彼にこの狂気山脈というのはラブクラフトって原作者がいるんだよってこう教えてあげた、ね、つまり人間椅子を好き、お好きな、そう彼は知らなかったです、その時点では、うん、曲は知っていても、ええ、狂気山脈もダメッジの回も宇宙からの色も知らずに、ええ、知らなくて聞いてたんですけど、これはこうなんだよっていうのを教えてあげたというのが唯一のことで、ほとんど知られずこのまま埋もれていくかと思ったら、あの、ね、アニメは出てくるわですね、やっぱいや全く名前しか知らないですけど、ハイオレニャルコさんとかですね、はいはいはい、あのラノベにもなってますね、すごいこうもろそのままというかあの出てきてるということに、まあ、まず驚きを感じますし、まあ、いろんな説あるじゃないですか、そのまあ、ネットで見るとあの崖の上のポニョがあのあいろいろ小説、ね、イズマスをベースにしてるんじゃないかとかですね、はいはいあのまあ、そう見えれば見えてしまう、はい、という、 こうやっぱこの懐の広さというか深さというか、だからラブクラフト自身は、まあ、あのさっきのお話に出たようにそんな極めてこう精密になんか体系化しようというところまでは、まあ、早く死んだってこともありますけどね、はい、そこまでは考える余裕もなかったのかもしれませんけれども、でも、まあ、あの周りの人たちが作ってしまって、でそれで、うん、まあ、一人歩きを途中からしているわけですよね、うん、いや僕なんかは今市長のお話聞いててちょっと逆に意外だったのは、まあ、今ホラーとか怪談をメインに書かせていただいて ずっと、まあ、好きなものとしての一つとして、うん、ラブクラフト、クトゥルー神話、コズミックホラーというものがあるじゃないですか。ですから、流行り廃りというのがですね、のさじ加減がですね、中にいる身としてはよくわからないわけです。もちろんそういうのを俯瞰で体系的にご覧になっているような方もいますし、東正夫さんしかり森瀬亮さんしかり、皆さんお詳しい方なんかがいろいろとそういったものもまとめてらっしゃいますけども、その
我々から見れば今ここ10年15年ぐらい TRPG というゲームだったりとか、もしくはいわゆるテレビゲームであったり、もしくはアニメであったり、いろいろな形で、まあ我々が読み始めた頃に比べればはるかに知名度が上がっているんだけど、それが流行ってるのかどうか内側にいるとですね、よくわからないんですね。みんなどのぐらいの認知度があるんだと、逆に消えるだろうなとおっしゃってましたけど、その当時どのぐらいの人が知ってて、今どのぐらいの人間が逆に知ってて広がってというのがわからない。でなぜかというと、市長のように30年間ずっと口をつぐんでたわけではないんでしょうか、ね、わけではないですけど、話題に出てこなかったんですよね、はい、という人間がいるので、隠れファンがどれぐらい多いのかいるのかっていうのがわかんない。もう一つは、さっきいろんな影響を受けた、インスパイアされた作品があまたあるとおっしゃってたじゃないですか。でそれはその通りだと思うんですけど、実はもうそれも二次的三次的に影響を受けてて、作った側も実はその根っこというか原点がラブクラフトだということを知らずに利活用しているケースもかなりあるんではないかなというふうには思うんですね。それこそダゴンを知らない、窓にというのが何で用いられたセリフかを知らないけど、それだけが何かにオマージュとして使われて、それをまた見た人がという感じで広がっていってるので、そのいわゆる何て言うでしょう、孫というか子孫的な、オマージュパスティッシュのものを数えていくと、いやだからね、さっきその一人歩き してるっていうことをお話したんですけども、つまりラブクラフト本人が書いてた時は極めて普遍性なんかなくて、むしろ特殊な世界でしょ、はいはい、それがいつの間にか普遍性を持つようになってるから、今黒木あるじが言ったように、気がつかないうちに実はそう真似してることになっちゃってる、ね、そうなんですよ。そうですよね、うんうん、そこまでなんか極めて特殊だったものが、まあ、普遍な性を持って、みんなのなんか集合意識じゃないけれども、だからこう意識してこういろいろ混ぜ込む人と、意識しない方々っていうのも出てきてる、いると思います。知らないでやる人と、あと知ってはいるけど自分が書いたものがその影響を受けているとは気づかない、うん、僕自身も実はあって、デビューの前ですけど小説家講座に通ってた時期がありまして、その時に、まあ、終作というか短編、まあ、小編に近いぐらいの枚数のものを出すんですね。でとある病に倒れた老夫婦が最後に開く時に旗折りのような音が鳴る桜を見に行くという、まあ、ちょっと幻想小説めいたものの短編を書いたんですけど、最後になぜか僕はですね、そこに得体の知れない生物が空を飛んで老夫婦命が尽きようとしている妻を見守っている夫の上を飛び交っているというシーンを書いて、これは講座の中ではですね、蛇足であるというふうに非常に辛辣にですね指摘を受けたんですけど、そうしたところ一人がですね、でもこれはクトゥルですよね、クトゥルの影響、クトゥル神話の影響ですよねと言われたときに、あ、そうかと初めて自分で気がついて、自分ですら意識してない、そうなんです、得体の知れないものが空から自分たちを見ていて、この美しい幻想的な世界もその裂け目のようなところから全てを打ち壊すようなものがじっと見守っている、もしくは彼らが自分たちに関心すら寄せていないというところを最後に描いて、まあ、蛇足って言われたんですけどなので今お二人のお話に出てたような、実はもう 無自覚というか、知らず知らずの間にその種子がまかれて、それが発芽して、もう森のように覆っているというのはうなずけますよね、そうだろうなと。その本当に意識してるかしてないかすらわからない、このあやふやさっていうのがすごい魅力的だなと、だから私もいろいろこの間ちょっと夜に懐かしのゴーストバスターズですね、はいはい、映画やってましてね、ちょっとついちらっと見てしまったんですけど、いや子供の時当然見て面白かったなってなるんですけど、結局最後、まあ、3人1人加わって4人になるんですけど、最後こうマシュマロマンと戦うわけですけど、
あの3人ってもともと学者なんですよね。学者がこう巨大なものにこう立ち向かっていって戦うっていうのは、これもうダーウィッチの回あるとしか見えなかったんですよ。ですからああそうかと今でもこう気づかされるところがあるけど、でもそうかどうか分かんないですよね。作者がそういう、そういう設定をしたかどうかは誰も分からないと、こういうのが山ほどありますね。だからインスパイアされた どの要素にインスパイアされたか、もしくは間接的にでも影響を受けたかによってもう分からないんですよね。似たような話ですとエイリアン、リドリー・スコットの、まあ、名作ですけど、あれなんかはその原案を書いたのがダン・オバノンという作家なんですけど、彼はラブクラフトが大好きなんですよ。でその影響なんじゃないかというので、でリドリー・スコットが監督するときにそのダン・オバノンがまあいわゆるエイリアンデザインをしたデザイナーのギーガン画集を持って、それがネクロノミコン、魔導書ですね、とラブクラフト作品に登場するを見せて、どうだこれでという話で来たので、まあ非常に乱暴に言えばエイリアンというのは形状からしても、まあ、クトゥルと考えることもできなくはないというか、考えてしまうのが我々の悪い癖ですが、そうやってこう細かなところをつまんでいくと、ね、我々が見ているものとかにもかなり影響が見受けられるのではないかというのと同時に、もう我々がそういうふうにありとあらゆるものからこれそうなんじゃないと拾い上げるように、謎の存在から仕込まれてるんじゃないかさえこう思ってしまうんですよね。すごく面白いですよね。もう一個言っていいですか、はい、スティーブン・キングの原作でドリームキャッチャーっていうのがありまして、はい、私原作読んでないんですよ。ただ映画化されたので、うん、はいはい、見たら、まあ、あれも、まあ、結局宇宙からやっぱりそうですね、ね、得体の知れないものが出てきて、トイレで大変なことになるあれですね、あれです、はい、あれです。で宇宙の最後、まあ、倒すわけですよね、はい、でただそのかけら、その生物のですねが排水溝にですねちょろちょろって言って、はい、落ちていこうとするのを最後ぐしゃっとこう、はい、足で踏みつぶしてこう、うん、阻止すると、そういうそいつがこう世界に広がっていく、はい、これもうどう見ても宇宙からの色のラストシーンをこう、うん、インスパイアしているものとしか見えないわけですね、うん、ただちょっとキングの原作見てないので、キングがそうしたのか、それとも映画を作った演出家がちょっと遊び心で入れたのかはちょっとわからないですね。ちょっと僕もラスト記憶にないですね、読んだはずなんですけども、うん、いや、やっぱりいちいち気づいてしまうところがあります。いや、でそうやって私も長らく見ていて、もちろんこれから言うのはかなり乱暴だと分かってはいるんですけども、これだけそのラブクラフト作品もしくはコズミックホラー、未知なる存在に対して畏怖というものを、畏怖するという物語に惹かれるのは、僕青森で先ほどもご紹介いただいた通り青森県弘前市で育って、18歳の時に大学に入るために山形に来て、それ以降暮らしてるんですけど、いわば東北でずっと生まれ育った人間で、そういったところというのがある程度何か影響しているのではないか、もしくはそういった東北のありようというものが、そのラブクラフト作品もしくはクトゥルー神話と呼ばれるものに対しての何かシンパシーを抱かせているんではないかという理屈が成り立てば嬉しいなと思いながらずっと探してはいるんですけども、やっぱりこう、まあ、東北といいますか、まあ、日本なのか東北なのかも私もちょっとまだわからないところあるんですけど、こうさっき申し上げた現実とこうね、はい、フィクションとのこの境界線が曖昧な、あやふやな感じですね。あれは非常になんかあるなというふうに思ってまして、まあ、山形県でいうと芥川賞を取った森敦氏の「月山」っていう小説がありますけども、はい、あれもこうまあ、ある青年がですね、
締めかけという、まあ、集落があって、そこで、まあ、一冬過ごすお寺で、中蓮寺というお寺で一冬過ごす中でですね、非常にこう幻想的で絵も言われぬ体験をですね、うん、する、まあ、そう完全に人間社会の中での描かれ方なんですけども、そこで、まあいろいろとこう本当にいいイメージの世界というか、その実際のこととそうでないことがこうあやふやな感じで表現をされていて、うんうん、非常にそこはラブクラフト的というか、うん、まあ、そういうものを感じましたし、うん、まあ本当にね、いろいろとわからないことはいっぱいありますけど、まあ、ご出身の青森でもですね、キリストの墓が、はい、青森県にあったりですね、そうですね、すごいこうフィクションと現実の中よくわかんないところ、ね、そうですね、こと青森こと津軽というところに限定して言うのであれば、これはまあそこで生まれ育った人間の、まあ、偏見といいますか、そういったものも多分に含まれてますので、これをもしご覧の中で青森県民、青森出身の方がいて違うと言われればもうお詫びするしかないんですけども、そういったこうなんて言うんでしょうね、けれんみのあるといいますか、我々は鬼人の系譜と呼んでますけども、怪しい奇妙の奇に人ですね、鬼人の系譜と呼んでますけど、どうもそういう人間が排出される風土があって、でそれと同時にそのいわゆる西といいますか、東北異性ですねの方から常にその迫害というか冷遇されてきたところの反動としてのそういった鬼人となる、どうも要素があるらしい、寺山しかり、まあ、宗像志功しかり、太宰しかり、そういったものがどうもあるのではないかというのが僕の方では常々思ってるんですね。で山形にもそれに近い反骨とでも言いましょうか部分というのが真壁人ですとか結城愛想家ですとか、文学の中でも茂吉もそうですけど見受けられると、そうすると僕はどうしてもそのクトゥルー神話で言いますと、その追い立てられる側といいますか、冷遇される側もしくは差別される側にシンパシーを感じてしまうことに気づいたんですね、と読んでいる中で。例えばインスマスなどもダゴンもそうですけども、あれは確かに人間主人公の側から見れば恐るべき、見たこともない、うん、水生生物、水生種族なんですね。ところが彼らからすると、まあ、侵略者というか突然その自分たちの楽園を踏み荒らされたという、うん、部分が強い、うん、でそのあたりにこう何かこう哀れみではないですけど、これは20代の頃によく思っていたんですけども、うん、ラストが例えばそれぞれの物語のラストで、例えば人間の方が勝利するというか主人公の方が打ち勝つような物語もラブクラフトの中にはいくつか存在するわけですけど、それが翻訳を誰かがこっそりですねラストを変えてくれないだろうかと思ったことがあります。そういったものが世の中に一冊ぐらい一つぐらいあってもいいだろうというふうに考えたことがあって、なので今お話をしていてちょっとふっとこれは思いついたんですけど、もしかしたら彼はそのよく言われている通りラブクラフトというのは現代の基準に照らし合わせれば、まあ、いわゆる差別的な思想も有していた人物と言われているんですよね、うん、特に奥様と結婚してニューヨークに行った時にその人種のるつぼに面食らったというかやられたというか、うん、大変疲れてしまったのか、それ以降で非常にそういったところとか、まあ、いわゆる有色人種と呼ばれるような層に対してもあまり、良い書き方をしていない ところが、実はそのあたりが反映されてインスマスですとか書物の扱いなども、まあ、それに近いものがあったりするんじゃないかなと見てるんですけど、うんうん、そこが逆に東北に住まう我々もしくはその東北に限らずとも
そういった迫害される側に身を置いたことのある人間にとっては、何かその投影するものがあるんではないか、自分がその名乗しがたきもの、もしくはモンスターとしての自分としての、己を重ねてですね、実はエールを送っているところがあるんではないかなというふうに考えてしまうことがあります。はい、インスマスのラストで、ラスト数ページで急に自分はあっち側の人なんだみたいに、ね、あれは結構私も衝撃は受けましたね。あの展開は、学生自分読んで本当に驚きましたね。だからまあ当時の、ね、基準に照らし合わせて見ればそれは決してまあ非難されるようなものではなく、むしろ常識、まあね、常識的な線ですよね。はい、ただ時代がね、当時の時代からすると、そういう考えの人はまあいっぱいいたんだろうなっていう気はしますけどね。で、すごい面白いなと、興味深いなと思うのは、本来だったらば、まあ、そういった要素も含んでるわけで、非難の声が上がっても叱るべきなわけですね。昨今ですとやはりこういうものが後世に残るべきではないといって、まあ、絶版であったりとか、もしくは図書館での貸し出しなどをですね、やめようという運動が起こることもまあまああるわけで、作品ごとに、作家ごとに。で、まあ、それは個々の中では賛同できるものもあるし、それはちょっと違うんじゃないかと思うものもあるんですけど、ラブクラフトの場合は面白いのは、今日ちょっとお持ちしたので、ブラックトムのバラードというですね、ビクター・ラベルという方が書いた本が ありまして、これが2年ぐらい前に出たのかな、シャーリー・ジャクソン賞という向こうの幻想文学の賞を取ってるんですけど、これはレッドオックの恐怖の設定を生かしてですね、でトムという黒人の青年が同じ事件をその視点から見たという形で書いてるんですね。つまり非常にまあ今の言葉で言えば差別的な要素の含まれる物語に対して、100年を経て今の我々の方から別な解釈もあるんじゃないか、この視点で書いても書くべきなんじゃないかというアンサーとして出てきたというのは作品なんですね。でまた面白いんですよ、なるほどこう来たかという展開が非常に面白い、ラブクラフト的でもあり反ラブクラフト的でもあるというところがとても面白い。でそういった100年を経て、例えばそういった差別的な要素でも何でも一つの答えとして封じるだけではなくて、潰すだけではなくて出てくるぐらい愛されている、このヴィクター・ラバルという原作者は、最初ラブクラフトが非常に好きで読み進めていたんだそうですが、途中でその非常にまあそこに有色人種である自分たちに対しての差別的な言動があることに幻滅したんだそうですね。ところがそれでまあ終わらずにそれに対しての答えを出そうということで書かれている。このあたりがこういう愛され方をする作家ってまあ珍しいよね、それはすごいですよね。いや100年経ってるわけですからね、やっぱり引力っていうかがものすごいんだとは思いますね。やっぱり当時のね、世界の状況とか、今よりはるかにね、この人種差別とか、今ももちろんね問題になって、これはまあ当然そういうものはなくしていかなければいけないわけですけど、そうした中で書かれたものに、まあ、単にねその嫌いになってやめてしまうではなく、さらにこう上乗せするものを積み上げていくというのは、これはすごいです。だから僕個人の、まあ、漠然とした予想でしかないですし、もしかしたらお詳しい方からすれば、いやそれはもうあるよというふうにご指摘を受けるかもしれないんですけども、実はラブクラフトの作品の中に女性ってあまり多く登場しないし、しないですね、しても活躍しないじゃないですか、ほぼむしろ悲惨なことが多いですね、添え物か犠牲者かどちらかという、でそこに対してのある種の返事というか、
アプローチは多分をした作品は出てくるだろうなという気はしています。なぜ彼がそうなるに至ったか、でそこの問題が何かということをこのクトゥルー神話の世界を用いて今の女性が置かれた問題 などを切り取って書き手もしくは映像の作り手は出てくるだろうなと思ってるので、そう使われるの変な人だねという気がします。まあラブクラフトのおそらくこの求め追求したテーマが恐怖で、うん、その恐怖の中でこう追求する中でこういう作品になって、こうなんかこう男女のあれとかに、うん、ねに友情とかですね愛情とか、うん、あんまり出てこないですよね、うん、ないですね、うん、ほぼないですね、ないですよね、皆無ですね、うん、その辺なんかももしかしたらその世界観を広げていろんな人が使用するのに一役買ってる部分はあるでしょうね、うん、そのある意味に人間側のキャラクターがそこまでこう、うん、個性を強く出していないというか、それが世界観を際立たせている部分はあるのかもしれないです、ね。まあ、ですからその世界観を使って別にねこう恋愛ものがあってかけてしまうわけですよね、はいはい、あとの後世の人間がですね、うんうん、やっぱりそれも確かにこう後の広がりへの一つ大きな、まあ、あまり要は個性的な主人公とか出てこないですよ、うん、そうですね、巻き込まれてる人がほとんどランドルフ・カーターですか、ランドルフ・カーターの方がそうですね、まあ、シリーズ的にこうあとアーミティッチ博士も 2回ぐらい出てますよね、うん、そうですね、うん、まあそのぐらいですかね、ですね、ですからやっぱり世界観なんでしょう、世界観とアイテム、うん、なんじゃないですかね。だからであるからこそ逆にあれなんでしょうね、その先ほどもちらりと言いましたけど日本の土俗的なもの、僕もそういった作品で、まあ、創造者さんから出た狂気山脈の彼方にという中に書かせていただきましたけど相性がいいし、実は同じようなその得体の知れないものと出会ったり土俗的で狂信的な集団と旅先でたまさか遭遇してしまうような物語というのは我々も馴染みがあるんでしょうね、だから読まれていってるんだろうなと思いますし、もちろん世界の全体的な比率について僕はあまり調べてもないので詳しくはないんですけども、アメリカに次いで日本はやはりクトゥルーの人気というか二次作品というかそういったものがこうやって作られている頻度もかなり高いんじゃないですかね、うん、だって普通の国でないでしょ、これも市長の私物ですけどクトゥルフ学習帳というですね、すごいですよね、初めて見ましたよ、そうなんです、僕も初めてたまたま見つけてつい買ってしまったんですけど、はい、600円知りましてね、はい、これはちょっと気軽には使えないなと、はい、だからこういったところにまで遊びの要素というか出てくるという国は珍しいよなと、でその根っこには我々 その先ほど東北でちらりと触れましたけど何かそのシンパシーを感じるものがあるんじゃないのと思うんですけど、どうなんでしょうね、今辺は、うん、ね、だからちょっと大きな枠組みで見たときにそういう怪奇幻想、特に、はい、ホラーみたいな、うん、砕いてる日本語で言うと要するにお化けが出てくるような話ですよね、はいはい、でそういう文学っていうのは歴史のないところでは成立しないのが本来なんです、つまりやっぱり500年前とか600年前の怨念だとか、ね、亡霊だとかそういう古いそういうものが出てこられるような古い館がないと、だから状況設定としてはやっぱり歴史があるヨーロッパでないと物語としては、はい、成立しないんですよ、アメリカなんて新しすぎて歴史ない国ですから、だからそこでその怪奇幻想の文学を発達させるっていうのは土台無理で、
だからアメリカ人だけども設定をヨーロッパにするとかって、じゃあ所詮ヨーロッパじゃないかとなりますよね。そういう中にあってラブクラフトが得意なのは、あのさっき の, その宇宙の話とも関係あるし、それから当時 の, その新しい発見とか、あの世界観 の, そのちょうど転換期みたいなところにいたっていうところも大きいと思うんですけれども、あの歴史のない国でこういう、奇妙なものが出てくるような物語を作ろうと思ったら、ヨーロッパだとまあ安易に過去の、亡霊みたいなものに頼れるけれども、それができないところで自分のその、ね、お化けではない化け物が出てくるものを作らざるを得ない、そういう状況にあったと思うんですよ。なるほどなるほど、でそして彼は本当によく勉強してるし、その新しい宇宙観が、ね、はいはい、そういう転換期にあったらもうそれを早速取り入れて、でそれで生かしてるから、だからそのさっきの言葉は繰り返しになりますけど、そういう特殊だったものが逆に宇宙、だってその前までは宇宙なんてあの、取り入れる人はいないわけですから、せいぜい時間をタイムマシンみたいな方で遡るとかね、そういうレベルでしょ。だけども全く違う世界観でものを作っていって、それで不気味なもの、怖いもの、異常なものを登場させていく。だからそこがその彼の革新的なところで、今までなかった世界を、でもまだ所詮はそうは言っても今20世紀から21世紀にかけて生きている我々ほど宇宙のそのね、宇宙像みたいなのはまだ持てないわけですよ。だからあの出てくるやつもやっぱり地下だとか、あの冥王星だったりとか、その時のあの時代の、駆使できる想像力のもう本当に限界に近いところで彼はいろんな妄想を働かせて書いてたんじゃないかと思いますよ。だからかえってそれがいろんな解釈もできるし、なるほど、多くの作家にも、あの本当に納得いきました。あのやっぱりそうですよね、怖いものを書こうとしたらやっぱり500年600年前のからの怨念とか、こう過去の事件がどうだとか、持っていかなきゃいけない。アメリカは歴史が浅いので、でもそれを5億年とか6億年の前までスパンを広げて、で起こることは実際アメリカの片田舎の村で起こっていることだけど、背景にはその宇宙規模の5億年6億年のことがあるっていうことを、もう人類なんかもうつい最近の新参者で、そのずっと前にいる人たち、人ってないけど怪物たちでしょ。ですからね、あのやっぱり人間の感情で最も強烈なのは恐怖であると。で特に未知のものへの恐怖が最大だということを言ってますけど、まさにそこだって。それはそうですよね、あのなんていうか、まあ、それがまさにコズミック、そうなんですよ。だからあの背景に宇宙がある恐怖なんですよ、先ほど出たそのキャラクター性の問題なんかもそれにつながりますよね。そうですね、その固い中、つまり本来なら物語としてスペクタクルにするんであれば、ね、都市部にしたりとかいろいろしてもいいけど、人間にとっても何の意味もないところで、しかもその人間も別にキャラクターだってしてないものが、単なる目撃者、傍観者、巻き込まれた人間、あのものとして描かれるっていうところに、ある種のこの絶望というか、あの宇宙的な恐怖の体感がありますもんね。そうか、なるほどね。いやすごく納得いきましたね、だからヨーロッパ中心の怪奇幻想だと、せいぜいやっぱり人間中心になるわけですよ、亡霊って言ったって、お化けって言ったって元は人間だったわけでしょ、その魂だったり。でもそれができないから、もう思いっきり遡って人類誕生よりはるか前まで行ってしまう、歴史のあるなしなんかもう関係ないところまで行ったという、すごいですよ。だから確かにね、まあ、そういう、ね、人類以前のこう闘争史っていうのはやっぱり、まあ、狂気の山脈にてのところに結構体系、ある意味体系的に出てきますけど、あとあれちょっと無理あるなと学生時代から思ったのは、あの壁画から読み取りすぎですよねこんなに読み取れないでしょと。しかも南極ですごい多分極限状態の中でそんな正確に壁画から読み取れるのっていうのは合ってるかどうか分かんないじゃないかっていう、もうただあれも、まあ、ただやっぱりあの
相棒の誰でしたっけ、最後見てはいけないものです、はいはいはい、彼は、まあ、ミスカトニック大学で、はい、ネクロノミコンを全て読み通したっていう前提なんですよね。だから彼は壁画を見て、うん、そこが分かったとか、うんうん、一応なんかちょっと無理ありますけど、まあ、説明がつくぐらいの背景設定はしますよね、うん、一応ですね、まあ、そこは、うん、やっぱりラブクラフト的だなと思いますね。結構細かくそういう説明するんですよ、ね、やっぱり好きなんですよね。さっき、もうお話しした通り、本来だったらその、ね、病気のために高校も途中で辞めざるを得なくなったけど、本人としてはその天文学とかサイエンスの世界の方に、興味があったわけで、だから元よりそれを生かしたものというか、うん、で、まあ、無神論者であるというところもあってそこに行ったんでしょうね、うん、で今話を上山先生の聞いててはたと思ったのは、これは完全な いわゆる 今の我々みたいな最先端の科学だけであればここまで多分受け入れられてなくて、うん、先ほど言ったその当時の人々のイマジネーションの限界の中にこう多分に今の我々が見るとロマンティックさというか、うんうん、解雇的な部分、最新鋭でありながら解雇的であってという非常に矛盾したものがないまぜになっているところが書き継がれていく、うんうん、その想像力の余地があるというか、うんうん、があるのかなと書き手の側からすれば思いましたね、うんうん、これが反重力であるとか、うんうん、光分子がっていうところまで行ってしまうと、うんうん、我々は、うん、これはよく分かんないから使えないかなってなるところが、うん、まだ僕がよく知る、うん、そのなんていうんですか、未知の大陸であるとか、うん、まだ人類未踏の惑星とかに対する我々の同型に近いものがそこに込められている、うん、いるのが、うん、書きたい欲求に駆られる要素かなという気はしますよね。また使い勝手がいいんだこれが、今ね各側からの意見ですけど、さっきも言った通り東北ものにもねしっくりくるんですよこれが、うん、僕は前にイタコが初号数を見るという話をね書かせていただきましたけど、どこに寄せてもどこにはめてもねそれなりにこう辻褄合わせていくと合うので、これはまあみんな使いたがるわねと思った記憶があります、ね、ですからまあだから先ほどの話から言うとこう5億年6億年前からの世界だから、うん、そのアメリカの片田舎も舞台にできるし、うん、南極もできるし、うん、海の底でもいいしね、うんうん、オーストラリアの砂漠でもいいし、はいはい、まあ本当にすごいローカルなとこからこうすごくね冒険ものみたいなものまで全てできてしまうわけですよね。そこは本当にすごいものがあります。だからちょうど市長と最初にお会いしてこのお話をした時にもそういうトークになったんですけど、逆に先ほどのように100年経っていろいろな読み方、読み解き方、そしてそれの新解釈で作品が作られているとすれば、さっきちらりと言ったようにその東北というその土俗的なで、かつそれをある種なんて言うんでしょう、 PR に利用してきた部分もある。つまり我々は東北の人間からするとそれは単に犠牲者ではないんですね。それをあざとく利用して自分たちの金看板として掲げて、都会人というか都市部の人たちに対してそれをこううまく演じてきたところも当然ある。そういう人間たちから見た時の新たな解釈、土属性と多様性を持った人間たちがクトゥルー神話に触れた時、ラブクラフトを読んだ時に
また新たな発見であるとか、自分たち自身の新解釈ができるんじゃないかなという可能性を僕は感じているんですね。全然関係ないんじゃないのと、山形も東北も何も出てこないじゃないのと思うかもしれないんですけど、実は意外と何かこうそれぞれの中で響くものはあるんじゃないかなというふうに僕は感じているんですね、可能性を。まあそれが合ってるかどうかは分かんないんですけど、ただ東北文学とか東北の属性とか文化の中で端々にそういったこう何て言うんでしょう、義書であるとか、そういった歴史であるとか、何て言うんでしょうね、ミステリアスとも違う、少しラブクラフトのそれに近いようなロマンティシズムあふれる怪しい歴史というのが根付いてますから。やっぱりこれも津軽の話ですけど、はい、津軽外三軍史というね、こう戦後最大の義書という、はい、言われてますけども、もうあれもものすごい広がりましたよね、一時期ね。今はもう知る人も少ないかもしれませんけど ね、今多分テロップで出てるので皆さん A とのけぞってるかもしれないですけど、三内丸山遺跡が登場するまではですね、青森は割とあれに湧いてたんですよ、うん、古代王国だというので、うん、アイデンティティがこう満たされた喜びが一点ですね、嘘でしたというので大変にこう恥ずかしいというか情けない思いをしたと同時にですね、実は津軽というか青森の人間としては、まあやっぱりなというか、うん、そういう人が出てきても許せないとかですね、そんな不正を働くなんてとか偽物だなんてというよりは、割とねさっき言った鬼人の系譜で、ああまあある、あしょうがねえなというふうに解釈してたところなんかはあるんですね。だからそういった人間たちからする、ケレンミーから見た時のコズミックホラーというのをちょっと もっと見たいなと思いますし、あと補足するとですね、どうも青森だけそんなおかしい土地だと思われがちなので、ちょっとご説明しておきますと、先ほど言ったキリストの墓、旧ヘライ村というところにあったせいでですね、ここでキリストと弟のイスキリが亡くなったのだ、伝わる民謡ナニャドヤラというのはこれはヘブライ語なのかということで今でもよくわかんない土まんじゅうの周りでおばちゃんたちが踊るという記載が行われているわけですが、ここを発見したメンバーの一人が酒井勝時という人で、この方は山形の上山出身で、紆余曲折があってそういったまあなんて言うんでしょう、古代王国といいますかの方に傾倒していって、岩手でヒヒロカネという金属を発見してみたりとかですね、あの山はピラミッドだ、あの山もピラミッドだといろんなところにピラミッド認定を出した逆に他の方と一緒に連れ立ってですね、青森にやってきて、ここはキリストの墓だと断言して帰っていったせいで、今や大変な観光地になっている場所ですね。どうも東北というのはそういった割とこううさんくさい歴史と人にまみれているんです、うん、自然が豊かで、もちろんそれもいいんです、文化が あってそれも正しいんです、ただそれだけではなくて、そういったこう呆れ返るほどのけれんみとデタラメなものが渦巻いている部分も東北にあるよと。でそういうところで暮らした人々であれば楽しめるよと、もう無理やりなあれですけどとは思ってはいるんです、本当に。でもやっぱりものすごくそれは想像力をかきたてることでもありますよね、そういうこと自体がですね、はい、やっぱりねえ、まあ、じゃあナニャドヤラは一体何なんだと言われればわからないですからね、はい、実際本当にわからないですよね、はい、その元の語源がですね、まあ、ですけども、まあ、連綿としてあるわけです昔からね、うん、やっぱりだから非常にそういう意味では東北と一括りにはできないでしょうけど、やっぱりいろんな山形市もそうですけど、まあ、いろんな作家さんが生まれたりやる活動したりとこういうことでありますけども、まあ、そういう中でね、この
新しいクトゥル神話の書き手がもっと生まれても、うん、面白いなと思いますけどね。先生も学生さんの中でそういうラブクラフトの影響を受けたとか出てきますか？表面にはいませんね。文学賞を取ってる学生はいますけどね、学生卒業生はいますけどもね。でもラブクラフトの影響を、うん、受けた人はいないかもしれないですね。ただラブクラフトは読まないけれども、授業で何年かに1回はその怪奇幻想は扱いますのでね、うん、その影響は確かに、受けて、作家になる卒業生はいることはいます。やっぱりだからもしかしたら師匠みたいにずっと隠してるのかもしれないですよね、うん、計らずも、うん、そうですね、まあ、隠してるというか何でしょうね。本当でも市長は別に隠してたわけじゃなくて、ね、言い出すチャンスがないというか、まあそうですね、一度も話題になってないですね。そうですよね。いろんな方といろいろ話をしててですね、まあ、なかなか話題にする場所も機会もないでしょうからね、うん、そうですよね、うん、まあただ今回ねパンドラの箱が開いたと言いますか、カミングアウトしました、ね、はい、そうですね。でもなんていうか結構、ね、音楽にしてもそのさっき言った人間椅子は、はい、もうこれも私ももう消えていくだろうなと思ったら30年活動してて、海外でツアーしたりしてんですよね。今年はもう映画になりますから、ドキュメンタリーの。ああそうですよね、はい、あやっぱこのやっぱりその生き残る力とかそういうものがやっぱりこういうものにはあるんだなというふうには思ってますし、で海外だとむしろメジャーですよね。例えばメタリカとか、はい、でも もろこのクトゥルー神話を扱った曲とかありますからね。ありますしね、むしろこういうものからインスピレーションを得てこうヘビーメタルの音楽が生まれてるところなんかありますね、まあ、タイトルにも普通ですよね。いわゆるヘビーメタルの中でも、まあ、サタニックなものとかノルウェーなんかにもありますけど、そういうところなんかで使われる場合も往々にしてありますし、まあだから市民権を得たとまでは言いませんが、うん、ますますいろんなメディアですね、本だけではなくて映画ゲームと広がってますから、どんどんと人類はますます征服されて行くんではないかなと、侵略されちゃうんではないかなというふうには思っていますね。だから本当知らないうちにこの浸透してる感じがね、何とも言えないなっていうのは思いますよ。なのでぜひまあね、今回はそのコロナ禍の状況でどうしてもお客様を入れての提談というのがまあいろいろ考えると難しいだろうということで無観客での配信という形になったんですけど、これが少しね落ち着いたところで僕としてはぜひ市民の皆さんを入れてですね、市長と同様にですね、俺は40年誰にも言えなかったんだというような方がゾロッと揃うような場を作るということも面白いんではないかなと、面白いですねと思います。そうするとそこからまた新たな広がりがあって、さまざまな派生効果があるんじゃないかなと。こういうのはこれは持論ですけども、こういったクリエイティブカフェなどで例えば山形に直結するようなもの、東北に直結するようなもの、分かりやすいというとあれですけども、ストレートなものというのはやれば不満も文句もないと思うんですね。ただそうではなくて化学反応といいますか、思いもよらない効果が出てくるというのは、意外なものと意外なものをマリアージュした方が絶対に得難い想像の範疇を超えたものが出てくると思いますので、そういう意味では今回のこのタイトルが非常に長いですけども HP ラブクラフト&クトゥルー神話を語るコズミックホラー中的恐怖の起源というのは、その第一歩になったんではないかなと。そうですね、まあ、この新型コロナがなくてこの企画を普通に募集したとき果たして何人来たのだろうかというのはちょっと本当は知りたかったんですけどね。知りたいですね、いや僕はどちらかだと思うんですよね、本当にお好きな方が2名というような可能性もありますし、でも僕の身内だけでもこういった話で
まあ一晩とは言わずとも8時間ぐらいは語れる人間が5、6人はいますのでだとするとまあまあそこそこそういったものがお好きな方もいるでしょうし、逆にいやもうぜひともね最後の質疑応答で俺にマイクくれみたいな人もいるでしょうから、ぜひあの植松先生含めクトゥルー神話幻想文学に接したゲストの方をお招きした第2回をですね開いていただきたいなと思います。そうですね、はい、ぜひねこういう機会はまた作らせていただきたいなと思いますけど、まあ、まずはねこの企画の動画の再生回数ですねどのくらいいくのかそうですねちょっと謎ですね、僕もどれだけいくものか全く予測もつかないんですけども、うん、願わくばねご覧になった方で視聴の、まあ、違う側面といいますか新たな文学への思いですとか、もしくはそういったところから山形の創造的な部分へのつながりというものを感じていただけた方はぜひ2度3度と見ていただいてですね、再生回数が次回への要だということですので頑張っていただければなと、私も毎夜就寝前に見ることにいたしますので、はい、先生はいかがですか今日の。なんといっても、そのタイトルを今日のそのイベントのタイトル見たときに衝撃を受けたというのがですね、まさかそのコズミックホラーをね、という言葉をそこに盛り込まれるとは思わなかったので、いかに市長がラブクラフトへ その造形が深いかをですね目の当たりにしたということで、ちょっと今日は怯えながら来ました。まあ、でも本当にね、でもちょっとコズミックホラーの起源、まあ、先生の先ほどの話もそうですけどね、私もやっぱり、まあ、30年越しにこう話をしてすごく得るところがありまして、まあ、ぜひちょっと今後も私もさらに考えていきたいなというふうに思いますね。まあ、ただこの本を読む時間が今ちょっと、ね、非常に限られているので、うん、そんな中でもね、自分なりにまた考えていきたいなと思いました。クイクは定例会として、はい、できればなと思っておりますが、はい、ということでそろそろお時間になりました。H.P. ラブクラフト&クトゥルー神話を語るコズミックホラー宇宙的恐怖の起源クリエイティブカフェ第28回、このあたりで、皆さんとはお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。